じゃあ今日は、はい、亀梨くんについて、はい、亀梨くんが出てたドラマについてちょっと語る回ということで、はい、最初に言うとジャニーズの人について語る動画だけが、うん、僕らにしては非常に再生回数が多かったから、確かにジャニーズの話しないといけないのかなっていうことで、ちょっと若干無理やり今ジャニーズの話を、はい、立て続けにしてる部分があります、はい、うん、亀梨くんについても、はい、もうそんなに詳しくはないっていう、先に言っとくとね、 そんなね感じでちょっと見ていただきたいんだけど、うん、僕ら世代は亀梨くんといってもやっぱ極戦、うん、そうね、とあと信太プロデュース、うん、に出てたかな、うん、主演してて、極戦もまあ言ったら主演だよね、あの主演主演主演、もちろん中身系が主演ではあるけど、全シーズン必ず生徒役でね、うん、主演に近い人がいて、うん、亀梨くんの時って鉄平だっけ、鉄平も神ちゃんだったけど、赤西ジェームズだったっけ、出てたら亀梨くんもずっと髪型変わんないというか、なんかこう長髪のね、あの、そうね、エノブタープロデュースでもやっぱりあのちょっと長髪で、うん、俺のね勝手な感覚で言うと亀梨くんって、うん、主役の星の人だね、うん、分かる分かる分かる、もう主演になっちゃう人、うん、あんま脇役で出てることないもんね、たとえ脇役で出たとしても、うん、主役になっちゃう、うん、キムタク系だね、そうキムタク系、そういう人って悪くあえて言うと、なんか何やってもほぼ一緒、亀梨くんもね結構同じような感じの役って多かった気がするんだけど、この豚の感じが良くて、うん、ちょっとなんか芝居がかった感じの声っていうか喋り方、うん、が良かったね、うん、信太プロデュースも俺あの原作も結構好きだったから、あ、そうなんだ、そう、ドラマは大好きで、うん、ついこの間再放送やってたから、うん、それ見てたんだけど、うん、そう、教室では人気者、うん、なんだけど人気者をわざと演じてるだけで本当はそうじゃない、うん、自分もいて、うん、その一線を張ってるみたいな、うん、影があるみたいな、うん、かっこつけ系っていうか、うん、ちょっとキザっていうか、なんかそういう感じの役がぴったりだったんかな、亀梨君って、なるほど、そうチャラく見えてるけど硬派っていうか、亀梨くんより顔立ちがすごい整ってるとか、うん、スタイルがめっちゃいいとかっていっぱいあると思うんだけど、うん、亀梨くんって主役感が、うん、主人公感がすごい、そうね、スター性がね、ジャニーズで言うとキムタク、ツヨシ、亀梨くんのラインな気がする、ね、ヤマピーはねサブ役でも出れる感じ、うん、山田くんとか、山田くんも ねスターだよね、あれスター、あれは国宝だね、ね、うん、やっぱジャニーズでもやっぱそうじゃないとね、僕運命の人でしたね、ロブタープロデュースのあの二人がまた出てたドラマもあって、うん、割と最近なんだけど、うん、それも俺も全部見てた、うん、ウォーターサーバーの英語の役で、うん、ちょっとコメディだ、そうで相手役が木村文乃で面白かったな、うん、あとね俺が見てたのはね、うん、ファイナルカットっていう復讐劇のドラマがあって、全然わかんない、必ずねこれがあなたのファイナルカットですって打席決めてるから毎回言うっていうドラマでかっこいいけど、面白かったかって言われたらあれだけど、うん、林遣都とか出てた、ああそうなんだ、うん、結構豪華メンバー出てたんだけど、多分亀梨くんのファンも別にあのドラマそんな好きじゃなかったんじゃないかなっていう、そんなことないだろうね、うん、そんなもんかな、うん、語れるとこって言ったら、はい、うん、まあね本当の亀梨くんのファンには怒られそうなぐらいちょっと薄い話だったけど、本当に、うん、申し訳ない、僕に対しては何も喋ってない、うんうんうん、でもね、ためたりっていう深夜にやってるバラエティーとかも俺結構見てるから、うん、これもあのスポーツニュース見てるから、そうね、野球好きだから結構ね男人気もあったりする、そう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 、ってところで、はい、今日はこんな感じで、はい、じゃあありがとうございました、はい、バイバーイ、バイバーイ。